それではですね、これから一級土木施工管理技師のですね、完全攻略、これの第1回目ですね、まあ、これについて説明していくことにいたしましょう。まずは第1回目ですね、まずこれは問題の2の土工ですね、土工管理、土工コンクリート工、それから品質管理、安全管理とね、それから施工計画、まあ、これに今進んでいくわけですね。これはだからまずは問題の選択問題、1番の方ですね、1番。ここから3台、2番から6番まで3台選択する。まあ、土工の分で、土工はですね、この盛土工、ね、これが予測されてます。盛土工についてはどういうことかというと、ただね、試験問題を読んで、必ずこの問題にアンダーライン入れてくださいね。何を聞いてるのかということね。いきなりこっち読んじゃう人いっぱいいるんですよ。だから必ず問題を盛土工に関する文章について、あ、書くんだなっていうことを理解して、それから始めようと。ね、そういうの遅くないですから、まず問題をしっかり読んでから、入れていきましょうと。こういうことですね。で、この、ここはですね、例えば盛土の実施にあたっては、建造物の使用目的とその適合性、それから、建造物のこのね、ポイントは安全性ね、こういう言葉、こういう言葉がことに出てくるので気をつけよう、安全性ね。それから繰り返し荷重による沈下や、のり面の浸食に対する、ここのところは、まあ、耐久性というね、耐久性ね。そして、施工品質の確保、維持管理の、まあ、優位さ、環境との調和、経済性などを考慮しなければいけませんよ。ということで、安全性とか、今年は耐久性、こういう言葉を盛土のところで整理したこと、ね。2つ目、盛土材料、今度ね、材料。材料には、起動工事から出る建設発生度、あるいは土取り場から採取し、運搬された、まあ、土が利用されます。で、これらの材料はですね、粒度、分布、あるいは粒度っていうですね、これ難しいんですよ。だけどこれ基準書では粒度分布となっているので、粒度分布と組成ですね。だから粒度分布と組成によって、まあ、十分最初の段階では分かりませんよということで、実際には盛土を取って、そして試験をして判断するということで、設計が変更になる場合もあるわけですね。ですから粒度分布と組成が実際にやり始めた時の試験と実際に行った時で違う場合があるので判断が必要ですよ、こういう考え方ですね。それから3番のところはですね、盛土中にその豪雨、雨が降ってきたんですね、これによってですね、まあ、崩壊ですね、崩壊、言葉ですね、崩壊、を防止して盛土の品質を確保するためには、まあ、施工の表面水、それから地下水などの適切な処理が必要ですよね、ということになります。それから4番目はですね、施工の段階で、まあ、地山からのですね、これ湧水量、ね、水がこう湧き出していく、これは調査時点では必ずしも明確じゃないんだ、実際施工してみないと分からないことが多く、盛土工事に着手して地山を成形する時点でですね、これと同じものですから、湧水量が多いことが判明した場合は十分な地下対策を取らなきゃいけませんよ。ということで、湧水量、言葉ね、ことに出てくるキーワードは、こういう言葉を気をつけよう。それから、この情報化施工、GPS だとか、例えば TS、まあ、そういうものを使ってですね、測量しながら工事を進むという、そういうですね、工法規定方式というんですけども、まあ、そういう方式によって施工する場合が増えてきているということで、情報化施工による盛土の構築に、含水比や、それからの粘土などの品質が良くない盛土材料を用いる場合には、観測施工のあたり、施工中のですね、現場の現場計測、実際の現場計測によって得られる情報を分析しながら、次の段階の施工に利用することによって、まあ、施工の安全性、要請書、施工の安全性とか品質ですね、こういうもの。ということは、ここは計測、施工中ね、こういう、だから情報化施工では計測しないといけないからね、計測しながら進めていくということですね。このあたりの中心に整理をしておくということで、キーワードとしてはですね、今年は耐久性、流動、分布、崩壊とか、湧水量とか、計測、まあ、こういう言葉が非常に重要になってくるということですね。コンクリート工の方は、今年はですね、このコンクリートの打ち継ぎ目、これをしっかり理解しておかなくちゃということで、コンクリートの打ち継ぎ目の施工について、次の括弧の中に言葉を入れてほしい、こういうことですね。そうすると、1番はですね、コンクリートの打ち継ぎ目で、これは水平打ち継ぎ目と、まあ、延直打ち継ぎ目があるとね。そして2番目、水平打ち継ぎ目、だ水平と延直と両方ですね。水平打ち継ぎ、水平継ぎ目の施工にあたっては、まあ、十分な強度、耐久性および水密性を有する、まあ、継ぎ目を作るためにですね、次に打ち込まれた下層のコンクリートの上部の、
何が溜まってるかというとレイタンスだな、レイタンス、それから品質の悪いコンクリート、それから緩んだ骨材などを取り除いてから打ち継ぐ必要がありますよ。ということで一番溜まってるのはレイタンスを除いてから打ち継がなきゃいけないね、レイタンスという言葉ね。それから硬化前の処理方法としてはコンクリートのですね凝結って言葉、これは今年ちゃんと出て書ける人で凝結ね、凝結終了後高圧の、まあ、空気または水でコンクリートの表面の白層、これはレイタンスの上の白層を除去して、そして粗骨材を表に出してあげる、方法が取られているねということです。すでに打ち込まれた下層のコンクリートはあまり硬くない場合は高圧の、まあ、さっき言ったこれビートしたな空気とか水を吹きつけて、レイタンスを洗い抜いて入念に水洗いをかけながらするんだけど、まあもうちょっと厳しい場合はワイヤーブラシとか、使用書に出てるのはサンドブラストとかね、ワイヤーブラシとかサンドブラストを使って、表面をですねこれソにすると、表面を凹凸をつけるソにするね、この言葉ねソにするということを、します。それから次に延長口継ぎ目、これは水平だな、延長口継ぎ目の場合にあたってはですね、硬化の処理方法による場合はすでに打ち込まれた硬化したコンクリート、もう固まっちゃったのこっちは、打ち継ぎ目ですね、ワイヤーブラシで表面のレイタンスなんかを削り取って、でそれじゃ削れないっていう時はのみでチッピングする、削り取るね、これチッピングということだね、などによってですね素にしてね、ここ素チッピングすると素になるね、削り取るとね素にして十分にその吸水水をかけてあげるね、そして新しいコンクリートを打つと。するとね、あとポイントはね、延長口継ぎ目では止水板ってね、これ使うんだな、水密性を良くするために水が流れていけない止水板、だから今年はですねレイタンスね、それから凝結をする前にやりましょう、それから粗骨材を表に出そう、それから表面を素にしようとね、チッピングをしてですね素にしようと、それとあと延長口継ぎ目では止水板を用いようと、まあ、こういうキーワードですね今年整理をしておいてもらえればと思います。これ品質管理ですね、品質管理というのはコンクリートが土の品質管理はね、ここではですねひび割れの問題ですね、問題は、それぞれのひび割れの原因と防止対策について書きなさい、図が出てるね、そうすると、ここではね沈みひび割れね、これ鉄筋だね、鉄筋を打つと沈むんだけど鉄筋が邪魔して、ね、ここにひび割れ生じる、まあこういうのは沈みひび割れね、それから水分の蒸発が早くて夏なんかね、乾燥ひび割れする、表面がひび割れてる、それから水害熱が大きいね、こういったような強大みたいな強敵脚強大みたいな大きいコンクリートの場合、中はですねあったかく外は冷たく、温度差ね、温度差によって、まあ、ひび割れが起きるとね、それからもう一つ骨材の悪いやつがいてね、そのアルカリ性アルカリ骨材ってのがあってね、こうしたらセメントと反応してですねひび割れが起きるとか ねこういう細かいひび割れが起きる、これがアルカリシリカ反応というですね、骨材中のシリカとセメントのアルカリが反応して起きるひび割れだな、まあ、この4つについて、まあ、これはほとんどだけども、この4つについてのひび割れに対して何をするのかというと原因と防止対策を考えてくるということね。で沈みひび割れってこれ何かというと鉄筋による沈降を拘束される、沈もうとしているのに沈めなくなったね。それはどうしたらいいかというと凝結前に固まる前に再振動してタンピング、ダンダンダン小手で叩いてあげて閉じるとね、乾燥収縮ひび割れ、これはねこれ表面の水が急速にこの蒸発したからなるわけだな、蒸発してるから、だからこれは散水かけたり日よけしたり風を止めればいい。今度は3番目の水和熱によるひび割れね、これ水和熱だからこれはほら強大とか強脚とか大きいやつだな、でこれは内部の温度と外の温度の温度差があるから、でそこでひび割れてくるわけだな、ということで水和熱のひび割れあるときは表面と内部の温度差が原因ですよね。でこれどうしたらいいかというと外をね発泡スチロールの中で覆ってあげるんだよな、そうすると温度差は少なくなるから、だからゆっくり冷えてくる、あるいは低熱セメント型といって、フラッシュ、フライアッシュセメントとか低熱型セメントを使えば、まあ、熱が少なくて済むので、あまりひび割れない、まあ、こういう方法もあるんですね。アルカリシリカ反応ね、これは4番目のところではですね、これはひび割れはどうして起きるかというと悪い骨材使ってるからね、だからどうしたらいいかというとそれを抑制するにはどうして、それは骨材がね膨張するんだ、だからひび割れ、骨材が膨張するんだね、だそれを止めるためには混合セメントの B 種 C 種ね、混合割合の多いやつを使ってあげれば止まりますよということですね。
まあ、そういったところを中心にまとめておくということで、日比谷の4点をまとめる。で、安全管理のところでですね、この明るく作業ですね、問題点で見ると労働安全衛生規則に定める事業者が行わなければいけない明るく作業の安全作業、ね、に関する問題ということで、明るく作業の安全作業ということですね。で、この問題1番は明るく作業の作業を行う場所について、当該作業を安全に行うためにこの照明設備等を設置して必要な何を保持するかというと、これ照度だな、照度を保持すると、照度を保持しなければいけませんよということですね。そして地山の崩壊または土石の落下による労働者の危険を防止するために、点検者を、まあ、事業者は点検者を指名してね、そして作業箇所およびその周辺の地山について、その日の作業を開始する前に地山を点検させなきゃいけない、ね、だから事業者が指名した点検者が点検する、だから作業主任者があの点検したりしないんだよ、だから必ず点検者があの点検をするんですよと、こういうことですね。それから3番、作業を行う場合においては地山の崩壊または土石の落下等により、ね、労働者に危険を及ぼす恐れがあるときは、あらかじめ何を設けておくかというと、ここはとどめしておくだからな、だから要するに明るく掘削だから止めとくよね、とどめ証拠を設けて、まあ、あの防護網を張ったりですね、労働者の立ち入りを禁止する措置を、まあ、講じますよということな。で、4番目はですね、あの掘削面の高さがね、こういうところにこう出るぞ、今年な、2メートル以上となるときは地山の掘削作業主任者を選任しなきゃいけない、ね、ということになります。ですから地山の掘削の作業、ここな、作業主任者、これはかけるんじゃないかな、ここな、掘削の作業主任者をする。だから高さ2メートル以上になったときは、地山の掘削作業主任者を選任すると、ね、この辺りを制止ということで、照度とか指名とか土留め使用2メートル掘削、地山の掘削作業主任者、ね、この辺りを、しっかり整理してあげるようにしておかなくちゃいけない。施工計画は今年はですね、この仮設構造物関係が大体出てくるな、仮設構造物。そうすると仮設構造物はですね、本構造施工のために必要な予備的な、まあ、補助的な構造物の総称で、土留め使用工だとかさ、仮桟橋工とかさ、片枠使用工、まあ、こういったものが仮設構造物ということになってくるわけな。で、その仮設構造物にはですね、これは2つなんだな、発注者がその受注者に対して、ここに発注者と受注者、受け負者じゃないんだな、ちょっと名前こう覚えておかなきゃいけないよ、ね、発注者と受注者、こっち発注者と受注者に対してですね、発注者が受注者に対して構造、規格、寸法、工法などの、まあ、契約条件、設計図書だ、設計図書で示した、これはね、指定仮説って、ね、指定仮説、発注者が示した指定仮説、受注者に対して示した指定仮説、と、それからもう一個あるんだな、必要な一切の手段について、ね、これは受注者の責任において、受注者の責任において施工する、これは任意仮説って、任意仮説がある。だから指定仮説と任意仮説があると。こういうことだな。そして、はだから指定仮説はですね、本構造物同様に規格を満足することが、まあ、義務付けられていて、これを変更が生じた場合にはですね、これは設計変更の対象、お金くれるってわけですよ、設計変更の対象だから、指定仮説は設計変更の対象、これ書けない、今年でこれな、これ一番難しいかな、な、設計変更の対象となるが、だけど任意仮説ね、受け負が自分で決めたもんな、あれが任意仮説はその対象とならず、これは受注者は自由な判断で、事故の保有する、まあ、材料を転用して、まあ、決めることになってるやと、こういうことだな。そして、仮設構造物の関係機関とのですね、協議等の特別な、まあ、条件がある場合を除いてはですね、これは任意仮説による場合が一般的である、普通は、まあ、任意仮説を取ってるんですね、指定仮説ってね、特別な場合ですよということで、交換具とかさ、転用の効かないやつだな、まあ、そういうものは大体これは指定仮説になる、それ以外は、転用の効くものは全部任意仮説になっていると、ね、この辺りの言葉の整理をしっかり整理してきました。選択の2番はですね、これはまず問題の7ですね。7から11の間から3問選択してやるということですね。じゃあ7番、土工の問題ですね。
今度はですね、記述式入ってくるね、文章として記述していくというのが大体この選択2の方向です。まあ、選択の1の方は単語を入れたりとか用語を入れたりとか間違っているところを見つけたりする。2の方はどっちかというと全部文章を記述する、そういうようなタイプで分かれてるんですね。でそちらはこの文章で書く方の方ですね。どちらかというとこちらの方がちょっと難しいかもしれません。テントルのね、ということです。土工の方ですね、まず土質改良方法についてということで、まず問題を読んでみると、工事現場から発生した砕流分、砕流分を置いて分かるね、これ粘土ということだな、粘土ですよということ、水を含むと施工しにくくなりますよということだな、砕流分ということだな、多い含水比の多い含水、高含水比ね、高い含水比ね、だから粘土だから高い含水比の建設発生度をこれ盛り土に利用したいと、ね、しなきゃいけない。でその時にこの粘性度のですね、含水比の高い建設発生度をどう改良することによって施工できるんですかということね、ということで、その施工方法の改良する方法についての留意事項についてそれぞれ、書いてください書いてな。でここには例えば改良方法の中に例えばシートをかけて網を防いだとかね、うるさくないね、なんとかしたとか、そういう環境とかシート掛けみたいなのをやめてほしいと、こういうことですから、実際にこの改良する候補を示さなきゃいけない、こういうのね。で大きく分けてね3つあるんだよな、セメント、それから石灰、これをこの混ぜてですね、そして強度を高めるという方法ね、含水比を下げて強度を高めるという方法、もう1個はね含水比の調整だな、これだから要するに実際バッキ乾燥って広げてさね、天日に当てて水分を蒸発させて乾燥させるという、まあ、こういう施工含水比を下げると、そういうような方法がもう一つあるんだよな、良湿度混合工法といって、いい砂湿度を柔らかいところに粘土質にバンと入れてそれでミックスする、そういうような混合工法があるわけだから、大きく言ってこの3つね、覚えておかなくちゃいけませんよ今年はね。だから安定処理するときは石灰やセメントなどを添加してよく混合して、そして、施工すればですね、これは含水が下がりますし強度が上がってくる、これ安定していくね、これ改良する方法。もう一個はですね、改良するには水を飛ばすと、水を飛ばす、そのためには、建設発生度を広げて乾燥させて含水を低下させるから、まあ、施工しますよということで、そうやって含水を下げるという、そういう方向。それからもう一つはですね、もうすぐに施工したいなときは良湿度を買ってきて、その良湿度とこちら側の建設発生度を現場で混合してそれを、敷き流す、そして締め方といったことで、良湿度、砂湿度と混合をすることによって含水を低下させて締め方、それで強度の高いようなものができてくるということで、今年は、7番目のところですね、土質の改良工法、高含水比の粘性度の改良工法ね、安定処理とそれから含水比調整と良質度混合工法、この3つを一つ整理しておいていただければと思います。コンクリート工のところに行きますね。でこれはですね、コンクリート中の鉄筋を保護する、この性能を確保するためのですね、有効な対策を5つ書いてる。鉄筋錆びるでしょ、だからその錆びを防止するにはどうしたらいいかという、そういうようなこと、その対策を5つ書いてほしい、こうやってね、結構5つだって難しいですね、5つかけてなってるのかな、結構難しいことです。でもこれはね、どういう問題かっていうとね、これはね、鉄筋が中性化するということを防ぐ、ね、コンクリートの中性化を防ぐことによって鉄筋が錆びないようになるんだな、そういう、それからひび割れを起こさないという、だからむしろ鉄筋に問題があるんじゃなくて、コンクリートに問題があるから、コンクリートの問題を解決するということがここのポイントなんだ。鉄筋に集中してコンクリートをどうしたら鉄筋が守れるか、こういう考え方でやる。そうすると例えば中性化を防止するためのコンクリートの配合において水セメント比 50% 以下のように小さくしたら、これはもう鉄筋をされてませんよとね。それからコンクリートのかぶりをね3センチ以上確保すればもう錆びませんよと、大体ね中性化しませんよと、こういうことだ。だから、まあ、中性化という言葉はないけども、どうしたらいいかと書いてるんだから、有効な対策だから、水洗面等を小さくする、かぶりを確保する、こういう解消に大事なことです。それからあともう一つはですね、ひび割りをある程度抑制する、ひび割りなければ水入ってこないんだから、
そのためにどうしたらいいかというと、これは当該、不意に起きるので、当該を抑制するために所有の空気量、まあ、数値確保かかるというよ、所有の空気量を確保する。だいたいだから 4% か 7% 程度、まあ、こうすることによって冬にひび割れるようなことはもうないですよということで、こういうひび割れを防止する。それからあともう一個はですね、レディングソコンクリートを受け入れるときにさ、塩化物含有量って測るじゃないですか、ね、あれは結局何かというと鉄筋が錆びないようにやるためだな。そうすると鉄筋が錆びないようにやるためにどうしたらいいかというと、塩化物含有量が 0.3kg パー立方メートル以下だったらもう鉄筋錆びないって言ってるんだから、だから必ずこれを守りましょう、試験をして確認しましょうというようなことが鉄筋を錆びないこと、だからコンクリートの塩化物を管理することで鉄筋が錆びないようになるんだね、ということだ。それからあとはもう最後はですね、直接もうほら錆びないように鉄筋に塗るやつだ、これコンクリートなので鉄筋に直接保護する、これはエポキシ樹脂の、塗装を塗布すればですね、これ鉄筋が守られるから、直接空気に触れないからな、だからこういうということで、ポイントとしてはですね、水セメント比を小さくする、かぶりを確保する、空気量を所要の量を確保する、それから塩化物含有量を 0.3kg パー立方メートル以下に抑える、それからエポキシ樹脂を塗布する、こういうことは今年、出た場合はこの5つを書いていただくと、こういうことだな。ポイント分かりましたか？この辺が重要なポイントということになってくる。だからコンクリート工は鉄筋をいかにして性能を確保するか、錆びないようにするかということが今年のポイントということになるでしょう。品質管理、ね、品質管理のところで、これはね、舗装のですね、舗装面の亀裂の防止ということで、下の図のような切戸と盛戸の接続部だな、境界部にですね、完成後、舗装をかけた時に亀裂などが、生じやすいと考えられる。考えられるその原因を2つ挙げて、その防止対策を回答欄に書いてほしい。ということで、こういうね、山をこう切ってさ、切ってこっちに盛り土してさ、こうやりましたと。で、ここに舗装をかけましたと。で、施工後、交通がかけたここに亀裂が入ってくることがある。ここに亀裂が。なんでだろう。なんでかと、これをほら、地滑りしてこっち行っちゃうんだから。だから行ったらひび割れるよな。なんでひび割れるか、なんで行っちゃうの。これはここから水が流れてくるからなる。だからこの水を防止すること。そしてこれが滑らないようにすること。この2つが大きな対策だな。水を防止することと、滑りを防止するために段切りを設ける。この2つがキーポイントなんだ。ということは、ね、大体わかるでしょ。で、これを文章化していけばいいと。こういうこと。理由は分かっても文章を開けないから、点にならないからな。で、2つ挙げでいいので、ここでは4つ挙げとこう。ね。1つはですね、ここから入ってくる水を防ぐためにね、これ地下排水溝ってここを設ける。この境界のところに。ね。だってここが水入ってこっちが水かなと来るんだから、ここにだから地下排水溝で盛り土の中に入らないようにしてやると。これが地下排水溝ね。盛り土をなんこう水が入ったら南下して滑っちゃうから、ここに水で吸い取っちゃうと、こういう考えね。だから切り土部からこっちが切り土部、こっち切り土部だかな、こっち盛り土部だ、切り土部からの流入する浸透水を切り土盛りの接合部に設けた地下排水で排除する。ここで排除する。ここから来たら水を止める。こういうことが一番最初な。二つ目はですね、盛り土の地滑り、こうやってビャーッと滑っていっちゃう。これを防止しよう。で、これはどうしたらいいかというと、盛り土がですね、木戸斜面に沿って地滑りするから、これね、ここにこう階段作ってやるということで段切りをしよう。こういうことな。地滑りを防止するために、旧木戸斜面、こういうことな、この斜面を要するに段切りして滑らないようにしてあげるということで、ここで安定をさせるために、段切りをする。段切りの数値まで書かなくてもいいですよ。ここ1メートル、高さ50センチですから書かなくてもいいですね。段切りを設けるというようなことでいいでしょう。多くはだから、この2つは別に構わないわけだけど、さらに、もう少し付け加えて理解しておかなきゃいけないのは、切り道具と盛り道具の、ね、これ支持力の差が出てくる。もうそのことによってここにひび割れが入るね、ということがあるので、切り道具と盛り道具の境界の支持力の差があるということで、ここはすりつけ、ね、1対4の勾配1対4ぐらいでこうすりつけとくね。これ量子と差し度だ。差し度でここすりつけをしますよと。このことによって不動沈下を防止しよう。沈下する、ここの、ね、沈下を防止しようということができるよね。すりつけ。それからもう一つですね、ここはね、切り土のり面からのですね、
雨水の浸透部、これものすたくさんがね、大量の水を送るわけ。これはここで受けると難しいので、この手前のところで大半受けちゃう。ここで漏れてきたのだけはここで受けるということで、ここにですね、あの乗り面下のですね、排水口を設けてあげる。ここに排水口で、ここで大量の水はここで流してしまって、こっちに入らないでしょうということで、これも一つの方法です。ということで、盛り土、切り土のところで両方にまたがるような舗装をした時の表面の亀裂が出てきた時の問題点は、これは要するに一つはですね、これ地下排水口、水を排水するために地下排水口を設けてあげることと、あとはこの盛り土は滑らないように段切りをつけてあげることによって、この亀裂を大枠防止することができるということだな。まあ、その他でスリーつけとかさ、こういうのもあるけど、2つぐらい書くだけなんで、ここのこれとこれ一応かな、盛り土のなんかを、が原因ですよと。ね、ということで、それなぜなんかするのかというと、これは地下排水口排除すれば、設ければいいよと。こっち側は地滑りするぞと。これは段切りを設けたら止まるぞと。こういうことの対応関係を一つ整理しておいてもらえばいいということになります。次はですね、これは安全管理、問題の10番だね、安全管理。でこれはですね、労働安全衛生法に定められている片枠四方向の設置、ね、これしばらく出てないと、ひょっとしたらこれ今年出る可能性があるんですよ。片枠四方向の設置に関して次の文章の中に、いいから当てはまる適切な語句または数値を記入してほしい。これ届出なんかね、の問題が出てくるね。支柱の高さがね、届けてるというか 3.5 メートル以上な、 3.5 メートル以上、それ低いのはいらない。 3.5 メートル以上である片枠四方向にあっては、あらかじめね、その片枠四方向の計画を工事開始の、工事開始は30日前だな、計画のですね、まあ、開始だな、要するに片枠四方向、こういう片枠四方向のような設置するものは30日前、で工事の場合は14日前だな。だからこういった型枠のような設備を設置するのは、設備の設置は30日前。だから工事の届け出は14日前。ということで、型枠使用口は設備なので、これは30日前に届け出なきゃいけませんよ。で、これはどこへ届け出るかというと、これは労働基準監督署長に届け出をしない。所轄の労働基準監督署長に届け出をしますよ。こういうね。労働基準監督署長に届け出を出ますよということになりますね。だからこういった片枠だけじゃなくて、土留め四方向だとかさ、それから高さ5メートル以上の足場だとかさ、まあ、そういうのも全部これと同じに届け出が必要になってくるな。まあ、そういったようなことで、別にこれが出てくるかどうかわからないけども、こういう届け出の問題が大事な今年のポイントになってくるよと。足場だったらここ5メートル以上となってくるな。届け出にあたってはですね、今度は届け出にあたっては、脱鉄する構造物の概要、それ片枠四方向の支柱ね、これは図面の問題だ、針、それからつなぎ、さあ何等のって、ここはね結構難しいんだよな。これはね、筋交いなんだよ。ここよく出てくるんだよ。出てくるといったら必ず筋交い出てくるな。筋交い等の部材の配置、接合の方法及び寸法を示した、ここは何かというと、組み立て図な、組み立て図、組み立て図が入ってる、組み立て図が入ってるね。なかなか言うと、ここのここはなかなか入りにくいんですけど、筋交いってなかなか出てくるんだから、今年は、これ出てくるというか筋交い出てくるので、特にここは筋交いと、それから組み立て図だな、というようなことが書けるようにしておかなきゃいけませんよ。ね、3.5 メートルもなかなか出てこないので、この辺りもしっかり整理していただければと思います。今年の安全管理はですね、まあ、片枠四方向の届け出、ね、それをしっかりと整理しておこうと、こういうことになります。で今度はですね、問題の11番いきましょう、ね、これは建設副産物関係ですね。でこれはですね、一般廃棄物と産業廃棄物ということでね、読んでいきますと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、ね、これ廃棄物処理法というんだけど、定められている建設工事現場事務所から発生する廃棄物のうち、一般廃棄物と産業廃棄物の、まあ、具体的な品目をそれぞれ2つ挙げてください。で一般廃棄物はこれは市町村長が責任を持って、処理するわけな、処分するわけ。それに対して産業廃棄物は排出事業者自身が具体的に処理しなきゃいけないものですよというわけなんですね。
で、まあ、具体的な名前を書くことというこういう注釈がついてるので、ね、今年はこういう注釈がついてるので編集、そしたら例えば事務所なんかではさ弁当柄とかさね、それから職員の弁当柄とかね、それから新聞だとか雑誌だとかさ事務所で読んでるものな、それから図面だとかさ、まあ、そういうような普通の事務所ゴミで事務所ゴミが出たらこれは一般廃棄物の方に、収集車のマニュアルの集積所に持っていかなきゃいけませんよ。それに対して産業廃棄物っていうのはこれは、ね、工事で出る廃棄物、ガラスくずだとかさコンクリートくずだとかさ鉄筋くずだとかねおでいだとかさ、まあ、そんないろんなものが出る。だからこちらは現場事務所から出る廃棄物であってこちらは工事の現場から出てくる廃棄物だよねっていうことを考えね、で今年はねひょっとしたらってんでこれも考えない、ね、この特別管理産業廃棄物2つだけ覚えておいてくださいよね。これはこの廃石面あるいは石綿とアスベストとも言いますけどね廃石面しかももう一つは廃 PCB それから廃油、まあどれでもいいですよ2つは必ず書けるようにしてる。ですから特別管理産業廃棄物っていうのだから廃石面とかね、はい、PCB とか俳優とか、まあ、こういうようなものがですね2つ書けるということで今年はですねこのここのところをしっかりとね、種類が2つずつぐらい一般廃棄物それから産業廃棄物それから特別管理産業廃棄物この3つをですねそれで2つずつ書けるようにねしておくということが今年のポイントということになるかと思います。まあこういうことでですねこちら側の書く方はですね結構言葉は出てこないというかね、だからある程度こういったようなポイントとなっているところはしっかりとですね書いていってください。だから本読んでうんうんうんって言ってるだけだとダメで必ず自分でね廃棄物の廃棄と同じように特別管理廃棄物とかもちゃんとね自分で書いていって練習しておいた方が合格率に近づく合格が高くなってるね、ということでしっかりと学習して今年一発で合格してくれるように期待しております。じゃあこれでですね、私の説明を終わることにいたしましょう。